上方落語の大名跡を襲名した桂文枝さんがフランスのパリで襲名披露公演を開き、自作の創作落語で観客の笑いと涙を誘いました。ボンソワメダムエムメシュ、いらっしゃい。Je m'appelle 桂文枝、je viens du Japon d'Osaka. Merci beaucoup. これが精一杯です。これは文枝さんが日本独自の芸能である落語を海外に紹介したいという思いから開催を決めたもので、7日夜行われた初日の公演には満員のおよそ270人の観客が詰めかけました。会場にはフランス語の字幕もつけられ、人を噛んで処分されることになったワニを助けようと動物園の飼育員が奮闘する作品に、集まった観客から大きな笑いと拍手が起きていました。まあ、ホッとしてますね。で、意外とあのフランスの方が多かったので、なんかあの非常にこう嬉しかったです。うまく根付けばいいなと。で、今日の見ていただいたフランスの若い人はね、僕の作品をやっていただけるっていうか、フランス人の弟子ができればいいなと思って。